よいしょ、ついにサンプルが、年が明けて出てきました。出てきましたね。じゃあ、宮崎さん呼んでみましょうか。ついにサンプルができましたね。出ました、おめでとうございます。宮崎さん、工場頑張ってくれましたね。宮崎さん、あれ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。福岡も、あの、明けました？ちょっと時差あるんですよ。どういう質問なんですか？ほら、距離が、東京とほら距離があるから、まだ時差がね、開けてなかったらあれかなと思って。もう、6日ですよ、とっくに開けてます。今年もね、よろしくお願いします。どうぞ、よろしくお願いします。お正月はゆっくりされましたか？あ、まあ、そうですね、そこそこ。太宰府行って。太宰府は行ってない。あ、行ってない。太宰府行ってない。行ってない。あれ、福岡の人って太宰府デフォルトなんじゃないの？今年もいいデザインが合格しますようにみたいな。デザインが合格、まあそうですね。厳しいお二人がいますからね。はい、じゃあサンプルできましたよ。はい、ということで、あの、宮崎さんの方にもサンプル届いてますよね。はいはい、届いてます。はい。はい、ちょっと見ましょうよ。見ましょう、見ましょう。思った以上に、チームっぽいし、でもまあなんか そこまでグツグツしてない感じがするかな。ちょっとラグランだからなんかあのお子ちゃまみたいな感じするかなとちょっと心配してたけど、この赤が思ったよりもそうそうそう、ね、うん、あの、うん、ちゃんとしたちゃんとしたっていうか、あのもうバキバキの赤って感じじゃないから、うん、そうそうそう、ちょっと赤が良かったねこれ、うん、このラグラン、うん、この肩についてる白のロゴもちょうどいい感じになってますから、うんうん、なんかあの本当にチームシャツっぽいですよね。ぽいぽい。うん。もうなんかいそうこんなチーム。これ着てだから F1 ライフ GP できますよ。うん。これはいいんじゃないですか。なんかパイロットシャツも欲しくなっちゃうね。これのあの売り上げによってですね、うん、ちょっとパイロットシャツが欲しいな。それはあの太郎さんの努力次第です。努力次第、営業努力次第、うん、こののれに力のやつぐらいの成績だとちょっと無理ですけど、そうだね、のれに腕押しラストがだいぶ滑ってる。ちょっとあの我々3枚だけ作って幹部用みたいな特殊仕様でね、うん、そう、ロゴがなんか金色とか、うん、白押しで、うん、でそのパイロットシャツで作って、そう、自分でやってください。え、太郎さん自分で払ったら作ってもいい？いいじゃないですか、うん、スーパー太郎の予算使わなければ、うん、で、あのみんなお気に召してくれたら量産の時にはそれを買い上げていただく。はいはいはい、うんうん、まずは太郎さんが自腹を切って作ってみるんで、はい、うん、太郎さん、あのチームの役割って何だって知ってる？お弁当食べる。お弁当食べる。このシャツ着てよ。そう、清掃清掃だから襟正して弁当食べないといけないから、ちょっとほら T シャツだと正す襟がないからね。うん、宮崎さん、これデザイナー的にはバランス大丈夫なんですか、うん、ロゴのバランス。あ、なんかちょっと思ったより良かったですよ、うん、はい、ね、いい感じ、いい、いい、これいいわ、ちょっとマジでいいわこれ、うん、ちょっとまだ着てみたらちょっとまた違うかもしれないけど、まあでも、あの思ってたよりも3倍ぐらい。ちゃんとしたあのモデルさんに来てもらわないと、 そうだね、そろそろ、うん、毎回我々が来てるから売れてないんじゃないか説もある。そうだよね、ちょっと。あ、だからまた、あとチムさんの事務所に勝手に送っとけば。チムちゃんが SNS に上げたやつを勝手に使うっていう。そう、だからちょっとさん付けで呼ばせてもらって。怒られるでしょ。そうそう、だからちょっとあの生田さんのね、事務所にモデルとしてお金払ってください。物資給じゃなくて。失礼な。じゃあちょっとパイロットシャツも作って、それできたら、あの仕事としてイメージガールとして、うん、で、ジムさんに、あ、だからそれを撮影会にしちゃえばいいんだよ。そしたらほら、ジムさんのファンの方がスーパー太郎撮影会、方向性がどんどんおかしくなってF1 参戦目指してるはずなのに、なんかスーパー太郎ちょっと国内っぽくなってますけど、コスチューム撮影会、それやろう、うん、新春撮影会、撮影会、スーパー太郎撮影会、そう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 、一日 3回に分けてね、サーキットとかで撮るよね、そう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 、それでいいんじゃない、いや、まあでも本当にいい仕上がりですよ、ちょっといい感じ、いい感じ、うん、そうですね、本当にありそうなチームが、うん、まあ、これ本当にだから太郎ブックじゃなくてレディオブックさんについてくれたらいいですけどね。そうだね、あ、そういうことですよね、うん、ここがここですよ、そしたらもうカモンロゴとこれ入れ替えだから
ちょっと皆さんちょっと やべえな、ちょっとたあのちょスイッチ入っちゃったからちょっと T シャツだけだとちょっと満足できないわ。いろいろ作んなきゃ。だからパイロットシャツもデザインしてもらって、あとヘルメット。ヘルメットはいらないでしょ。あなた走らないんだから。あとマシンデザインもちょっと。うん、で宮崎さんもちょっといろいろ膨らませてもらって。ああなるほどですね。わかりました。うんうん、マシンデザインもやんなきゃいけないですね。フィットガレージとかの、ね、デザインしてもらってもいいですよ。 そしたらほら、岡山に SF14 があるから、それフルカラーして走らしちゃう。走らない走らないけどそうフルカラーしてガレージは作れるじゃん。そうそうそう、うん、そうですね。ガレージ岡山の一番コントローラータワーに近いところのガレージずっとそこにしとけば、うん、そうそう。でそれをだからーー、ちょっとスーパー GT の時は無理だから岡山のチャレンジカップかなんかの時にガレージをお披露目。スーパータローお披露目、うん、でそのチケットを、ちょっとスーパータローのとこ入る人だけお金。そう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 、特別なチケット売って、うん、お食事付きでね、うん、お食事付きでディナーショーね。タローディナーショー。そうそう、タローディナーショー付きで、うん、30人ぐらい来てくださったら多分社長も喜んでもらえると思う。そう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 、ちょっと そこまでやろうよ。やりきっちゃいますやりきっちゃうよ、うん、やろうやろう。このシャツはだからF1 ライフ GP 参加される方はすでにもうこれ、うん、無償で提供しますし、 あとチームオーナーになってくれる方にもお届けするんで、うん、ちょっとそこはなんかステッカーかなんか特別なバージョンのやつをね、うん、作ってお届けしたいなと。もうだからやるからや、ちょっとことんやろ、うんうん、ちょっとだから SF14 フルカラーラッピングするところまでそこまでやったらさすがにレディオブックさんもちょっと F3 ぐらいにしといた方がいいんじゃないですか。じゃあ走らせるじゃん。もうジュリちゃんが走ってる F3。 あジュリちゃんに乗ってもらおうか。シェイクダウンこれ来てもらって、うん、これ来てもらって、あじゃあ F3 あ、ま、F3 あると思うから、あジュリちゃんの F3 一応借りたらいいんだよ。野田さんに言って温めときますよ、エンジンって。岡山さっきと全面協力してもらわなきゃいけないから、ちょっとよっちゃんの F3 借りようか。うん、じゃあ F3 2台。あ、いいね、2台ね。あ、2台ね。かっこよくないそれ、うん。スーパータロー F3 チーム。そうそう、本当に F3 チームができちゃったりして。それだったらドームさんに言ってるフォーミュラリージョナル。あ、リージョナルや。あ、そうだね。じゃあちょっと有馬さん見てるから、クラファンで1500万集まったらでってフォーミュラリージョナルスーパーカーで出ますって。そうだね、だから、まあ、1500万だけどリージョナル買ってるジェントルマンさんいるから貸してっつってで、ドライバーがいないカラーリング代と、うん、だからドライバーだからオーディションしたらいいんじゃない。ああいいですね、うん、F4 が出てるからね。そうそうそう、じゃあちょっと D ステーションあたりさんにちょっと協力してもらって、うん、そしたらこれ D になっちゃいますけどあ、そうか、うん、ついついね、ちょっとまあまあ楽しく一緒にやりましょう。そう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 、いればいくらでもそれをウェルカムなんで、うん、いいんじゃない。いいじゃないですか、 T シャツ1枚でここまで話が膨らんだテンション上がりすぎるいやでもちょっとそれぐらいやった方がいいじゃん。なんかありがちじゃん、 T シャツ作ってこうちょっとなんかバーチャルレースやりましたみたいな。じゃなくてもう実際に車があって実車走っちゃ う, う実車走って、だってもう知らない人が見たら、あ、本当に F1 チーム作ったんだと思うかもしれないで、みんなでファンの人たちはこれ着て、そう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 、これ着てチームちゃん立ってるし、うそうそうそう、ちょかっこよくない、ちょっとやばくないみたいな、もう F1 ライフの本サイトよりもこっちの方がちょっともう太郎さんがテンション上がりすぎたねじゃあこれもう本生産でいいですか。いいんじゃないですか、修正必要なし、うん、宮崎さんも修正必要なしですか。修正なしで言っていいですか。いいですよ。いいと思う、うん、いいと思うまあだからまあちょっとまたね、今後のそのいろんなプロジェクトがちょっと大きくなりそうなんで、まあその辺も踏まえてちょっと整理をしてすべてこの売り上げ次第でしょ、うん、ここがまず売れなくて大赤字ってなったらもうなかった話になりますよ、うん、まあ、整理をしてね、うん、だからまずどうしよう、目標は3000枚ぐらいでかい目標がでかい。これ単体というよりはだからさっき言った通り、うん、スーパータロー F1 チームのプロジェクトに、うん、まあ、賛同してもらえる形でなんかいろんなものと連動してがいいですよね、うん、この T シャツ1枚いくらで売るんじゃなくて、うん、まあ、まさに F1FGP のチームスポンサーで、まあ、9800円って売って、うん、まあ、これをお付けしますという形なんで、うん、まあ、そういうなんかこの T シャツだけじゃなくて付加価値があってのスーパータロー F1 チームで一緒になんか育てていきますみたいな感じがいいですよね、うんうん、スーパータロー F1 チームのこのロゴのステッカー作って車に貼ってもらえるように、うん、あ、うん、とかなんかバッジとか、ね、うん、なんかもう今この初回の
サポートした人しかもう手に入らないものがなんかあるといいですよね、うん、だから、ステッカーと缶バッジ、缶バッジはバッグとかにつけてそうですね、うん、だからやっぱり3000人ぐらい買ってくれてる、3000個ぐらい世の中に出ていかないとちょっと確かに、ね、そう PR 力としては弱いからね。限定3000分の001いやまた、まあ、できないことはないけど、なのであのステッカーはあのリアのガラスにとかあのリアゲートにみんな貼ってんじゃん、なんか そんなイメージなんで、宮崎さん聞いてます？俺の話だったんです、ね、そうだよ、でデータ作れて、そうそう、ステッカー作れって話、ああそう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 、うん、と、そう、缶バッジも作るんです、缶バッジはほらだから、まん丸にで、あの、うまいこと綺麗に入れてもらわなきゃいけないから、なので宮崎さんの、早急な仕事としてはステッカーと缶バッジの仕事が仕事を呼んだ入稿データね。なんかすっげえあの大きな話してた後にすっごいちっちゃい話5年間で1000億円って言ってたのに缶バッジとステッカーって1000億円はほら F1 の方だからさ、まだ入ってないよ、ね、そう我々リージョナル F3 チームを立ち上げるっていう、これリアルだから、こっちはリアルだから、まあそれも時間ないですからね、開幕戦だからもう最終的にはだからスーパーホームラン目指しましょうよ。まあまあまあ、うん、リージョナル目指す今年とりあえず、うん、うまくいかずに FJ ぐらいからスタートかもしれないFJ ってちょっとカールの面積が足りないからちょっとかっこ悪くなっちゃうから、うん、来年は F4 いけたらいいなみたいな、うん、そうそう、だからちょっとリージョナルやろうフォーミュラリージョナル、うん、だからオーディション、ドライブオーディションだから綾香選手も呼んで、お、うん、いいんじゃない、いいんじゃないですか、うん、そうしよう。SF ライツではないと。SF ライツ、リージョナル。リージョナル。やっぱ世界に繋がっていかないと、ね。確かにね。FIA 規定なの、ね。そうスーパー太郎のチームのドライバーがスーパーライセンスポイント15点取るかも。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。これすごくねみたいな、うん。もう40点のうち15点取れちゃう。取れちゃう。うん。それはいいんじゃないですか。うん。それいいね。本当にここの太郎が H マークに変わる日が来るかもしれない。まあまあ、確かに。うん、まあ、でも、もうアグリさん二度とやりたくねえって言ってたからね。アグリさんはちょっと出てこないかもしれないけど、まあちょっとインタビューぐらいだね、うん、いいっすかって言ったらまあいいんじゃないみたいな、白いハビーッと出してね楽しそうじゃん、頑張んなよみたいな俺はもうやんないよみたいなじゃあこれ、とりあえず T シャツ本生さんしますか、うん、しましょう。ということで宮根さん、グッジョブでした、はいはい、ありがとうございますということでね、次回の動画でね、また販売方法とかね、はい、やりたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ宮崎さん、新たなミッションよろしくお願いします。はい、忙しくなりそうですね、うん、はい、今年忙しくなりますよ。はい、はい、じゃあまずはステッカー作り、はい、はい、頑張ってとね、頑張ってとね、はい、頑張ってと、はい、じゃあお願いします。はい、お疲れ様です。